1975年の太陽ホエールズでは、1975年の太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、秋山昇監督の1年目のシーズンである。プロ野球初のツートンユニフォーム採用もカンフル剤に、ならず3年連続の5位に沈んだことを受け、往年の名投手、秋山昇新監督が就任。秋山監督は、 元巨人の藤田元次を投資コーチに招聘してなど、コーチングスタッフを一新。チームは、優勝候補の筆頭だった巨人が、長島茂雄監督就任で一気に最下位に落ちたことを受けて5月までは、混戦模様で、対応も4月は首位に立つなど検討した。しかし6月に入ると、広島、中日、阪神、 ヤクルトの4強によるマッチレースが始まるとチームはそれを追いかけられず、成績は前年から悪化して51勝69敗10分で、優勝の広島に21.5ゲーム差をつけられ、1972年以来の4年連続5位に終わって、秋山監督の1年目は終了した。投手陣は、大エースの平松まさや山下りを、酒井勝治、ましばしなどが、 それなりの成績を残したが、それ以外のリリーフ投手は不調でチーム防御率3.93は最下位だった。打撃陣は、ベテランの松原誠や江尻亮、ジョン・シッピンがこの年も打ちまくり、打撃成績は優勝の広島などと大差はなかった。カード別成績では4位ヤクルトに10勝13敗3分と、まずまずだったが、広島には弱く9勝15敗2分。 中日にも8勝17敗1分と負け越し巨人、ともども上位チームの引き立て役に回った。ありがとうございます。